ありがたいことに、登録者6万人超えました。もはやこの人数を超える町村はなく、大体十和田市や常総市と同じくらいの人口です。前回、登録したらいいんじゃないですかって促したら、思ったより勢いよく登録が伸びたんで。登録した方がいいんじゃないですか。まあ、本当は毎週上げるのが一番なんですが、私の1週間、多分15日くらいあるから仕方ないね。1位というのは目立つものです。青函トンネルは世界一のトンネルとして、世界中の技術者から注目が集められましたし、Google の検索結果も、1位に表示されるものは実に3割の人間がクリックするそうです。オリンピックの時も話題になるのは、やはり金メダルです。翻って2位というものはどうか。世界で一番深い湖は多少地理を勉強したものならバイカル湖と答えられても、2番はまず出てこないし、東京スカイツリーと聞いて日本一を連想する人間はいても、世界2位を思い浮かべるひねくれ者はほぼいません。何かのランキングで惜しくも2位になってしまった施設や観光地は、日本2位なんて宣伝文句は言いません。そういう時は、日本最大級、だとか、日本屈指、だとか、言葉遊びで、あ、1位なんすよ、うち、的な、負けてるくせに勝ったみたいな雰囲気を出してきます。このように、2位と1位のブランドには、2位とブービーにも匹敵するほどの絶対的な、ヒマラヤのごとき壁が存在します。それは、秘境駅ランキングだって同じこと。秘境駅の絶対王者、小諸駅の知名度は、ミーハーの旅好きの耳にも届くほどに高く、その訪問記や訪問動画は数多く公開され、多数のアクセスを得ています。しかし、うるさい臭い煩わしい、バカみたいに2本足で突っ立ってる頭悪そうな動物から離れられることが秘境の売りだというのに、その秘境が人気で人が集まってしまっては、何のための秘境かとなってしまうわけです。実際、去年は4000人が駅を訪れたとかなんとかで、日に10人は駅にやってきてるわけです。しかも全員同族です。これでは秘境のムードもクソもババもあったもんじゃありません。そこでこの私は考えます。真なる秘境駅の王者は、その下、2位の小森駅ではないかと。2位という圧倒的優等生ながら、1位でないことによる知名度の低さにより、本当の秘境駅の姿が、そこにあるのではないかと思うのです。というわけで、ここは奥大井観光の脊椎、大井川鉄道井川線の乾燥駅です。小森駅の一つ隣の駅ですが、この駅も大概でして、駅周辺には、民家が3つほどしかなく、普段のランキングでも40位にランクインしています。井川駅からの列車が到着。すでに時刻は11時45分過ぎですが、当駅の上り1番列車です。3人ほどを下ろして発車。この駅は、井川線と並行するバス路線との結節点になっており、その乗り換え需要で多少賑わいます。小森駅へ向かう最中、鉄橋を渡ります。関の沢橋梁です。川底からの高さは71メートル。現役の鉄道橋梁としては、日本で最も高い橋なのだそうです。早く渡り切ってほしいのに、列車はゆっくり散らすように橋を渡ります。高千穂橋梁というのが宮崎の方にあり、以前はこれが高さ105メートルで日本一でしたが、2008年に所属してた高千穂線が廃線になったことにより、日本一の座がここに回ってきたのでした。高千穂の方でもやはり高い橋梁ということで、観光徐行が行われていたそうです。どうして観光列車というのは高いところで止まりたがるんでしょう。バカが好きだからでしょうか。11時58分、乾燥から10分かけて、小森駅に到着。下車するとき車掌から、帰りはどうするつもりで、と問われ、私にはそれが、覚悟はいいかと聞いてきてるように聞こえました。俺はできてる。そう答えて、井川線最強秘境駅、小森駅のホームを踏みました。短い警笛の後、ゆっくり列車が動き出します。この世界から脱出するための、たった一つのポータルが離れていきます。人間という文化的生物から、人という猿目の動物へと変わっていく。そんな感覚が私の中にはありました。というわけで、今回の井川線旅行のメインディッシュの小森駅に到着しました。さっきの乾燥駅の標高は557メートル。直線距離で 1.6 キロしか離れていない節祖峡温泉駅の標高は496メートル。道路は概ね直線で両駅を結んでいますが、鉄道はこうも行きません。勾配の緩和のため、大回りを強いられます。この大回りの真ん中あたりの一番ヤバそうなところに小森駅は位置しています。ランキングは第2位、小諸駅に次ぐ秘境駅です。差をつけられたのは鉄道遺産指数で3点だけ負けています。小諸駅には室蘭本線の大戦時代の名残のトンネル跡が残されていること。そして室蘭本線と井川線という路線の格の差が原因でしょう。ただ小諸駅に勝っている点もあります。それは通過列車が存在しないことです。秘境駅ランキングで重要になってくるのは、あくまでアクセス難度や雰囲気、ムードに灰ガス吹きかけてくる通過列車の数までは判定に入りません。小諸若松や特急が無数行き交う室蘭本線の上にあるため、そんな通過列車に確実に遭遇することになります。それに対して、小森駅に通過列車はありません。あるのは1日たった4往復の列車のみです。人もいません。
小森の1日乗車人員は 0.3 人、3日に1人降りるくらいです。半間の差を考えれば、今週この駅に降りたのは私1人だけだった可能性すらもあります。外部到達難易度は最高評価の20、つまりこの駅に通じる道はただの獣道すらもありません。駅自体が完全に外界と隔絶された一つの世界となっています。実質日本一の秘境度合いを誇る小森駅は、まずホームからして格が違います。さっきから映像や写真に小学校の花壇のようなオブジェクトが映っていますが、これが当駅のホームです。しょぼい駅というのは数多くあります。だるま駅舎や物置駅舎、そもそも何もない吹きさらしのホーム、防線駅、山口駅、しかし彼らがいかに質素だろうと、ホームだけは一目見て鉄道のそれだとわかるように一定の異様を持って佇んでいます。しかしこの駅にそれはありません。このバリアフリーを見当違いの方向に解釈したペナペナのホームが小森駅のホームです。挙句長さも足りていません。長さはだいたい車両3両分くらいか。それに対して井川線は4両で運転されるので、最後尾に乗るとバラストの上に降ろされます。脳症の上に乗るというのは通常罪悪感や背徳感を伴う行為ですが、公務ホームに異念がないとそれも感じません。どうやらホームというのは単なる乗り降りのための台というだけでなく、線路には立ち入るなという策でもあるようです。当たり前のように堂々とレールをまたぎ、線路の反対側のハイホームへ向かいます。貨物用ホームとして作られたが、結局一度も使われなかったのだそうです。回収して今使うとしても、この立派なホームは、井川線の車両には大きすぎます。ホームの上には、たぬき物語第7話と書かれた看板と、たぬきの信楽焼き。残念ながら、車内で寝てる間に通過してしまったんですが、神尾駅というのが本線の方にあって、そこには、神尾たぬき村と称して、無数の信楽焼きが設置されています。多分そこと関連づけて、こんなたぬきの置物が置かれてるんだと思います。それにしてもあんまり可愛くないタヌキだな。親しみやすいように勝手に名前つけときましょう。ポンとポコでいいや。ホームにあるのはタヌキだけではありません。こちらに見えるのは駅舎ではなく、保線員用の詰め所です。さすがに立ち入り禁止です。が、10年くらい前に熊が出るということがありまして、以来、来訪者向けにも開放されるようになりました。ただのプレハブ小屋でも、ここでなら、各シェルター並みの頼もしさがあります。中に入ると、確かにこれは詰め所です。社畜を結んでおく杭とその上に乗る電話、保線機械用のオイルなどが床に転がっています。一方で、部屋の真ん中にドンと置かれたテーブルには、時刻表や運賃表、パンフレットが掲げられており、ここは駅舎といったオーラを漂わせています。駅ノートもありました。ここの壁を見るな、つまり見てくれということです。覗いてみたところ、特に何か謎の攻撃を加えられることもなく、なんなら何もありませんでした。代わりと言ってはなんですが、別の場所にこんな張り紙がされていました。いいやかましい紙です。ショッカーかこいつは。しかし現物の列車もこんな規制発しながら走ってるから、だいたい合ってます。さて、当然こんな駅が観光用に作られたファッション秘境駅というわけもなく、ちゃんとした目的があって作られました。1952年、中部電力は大井川の上流に新ダムを建設することを決定します。後の井川ダムです。建設が決まったならば、次は資材の輸送手段はどうしようという話になりました。白羽の矢が立ったのは、すでに千頭から市城にかけて木材を運搬していた大井川専用軌道です。これを、井川駅の東、堂平駅まで延伸しようということに決まりました。堂平駅は、井川駅の一つ隣だった駅で、井川線の真の終点です。現在は休止中という扱いで、線路跡は遊歩道として整備されています。大井川専用軌道を改め、中部電力専用軌道の延伸と同時に作られたのが、ダムの建設作業員の宿舎です。この宿舎の建てられた場所こそ、今はもう何もない小森駅だというわけです。1954年の話でした。最も規模の大きくなった時期には、駅周辺に200人程度の人が住んでいたそうです。当然こんな閉鎖された場所ですから、住んでいる作業員やその家族が困らないよう、学校や病院といった生活に必要な施設も一通り揃った完全な集落のようになっていました。また、その時代は線路と並行して道路も整備されており、オート三輪が通れる程度の道だったという記録も残っています。しかし、1957年にダムが完成してしまうと、もうここは用済みなわけで、あっという間にみんないなくなってしまい、虚無の中に駅が残されることになりました。道路も次第に崩落していき、結果、現在の山に囲まれた、どこにも行けない何もない駅が誕生したのです。似たような運命をたどりそうなのが土本駅です。あの駅にはまだ周辺に集落がありますが、集落の住人全員が80超えの独居老人である以上、
近いうちに消えることは決定的なので、数十年後には山の中にポツンと佇む駅になっているはずです。しかしこう思う人もいるでしょう。宿舎がなくなったのならその時点で廃止すればいいのでは。ところがそうできない事情があるからこそ、大森駅は無駄に60年以上駅として何の役にも立たないくせに、井川の山奥にあぐらをかいて座っているのです。大森駅の役目はもう一つありました。それは木材の運搬です。大井川では伝統的に切り出した木をそのまま川に流して下流に送る川狩りというものが行われていました。ところがダムができると川狩りはできなくなるわけです。なのでその保証として中部電力専用軌道は木材の運搬も行うということを約束しました。大森駅は約束を守るための木材積み出し基地でもあったというわけです。その後の日本の林業の廃れ方は皆さんも知っての通りです。宿舎はない、林業も廃れた。しかしあの日の約束だけが呪いのように残り続け、大森駅は今日に至るまで生き残り続けているのです。なお大井川鉄道的にこの駅の存在はどうなのかというと、特に頭痛の元になっているようなことはありません。実を言うとこの井川線、中部電力が大井川鉄道に運行を委託するという形で運営されており、井川線の赤字は全て中部電力が補填するということになっているため、いかに赤字を垂れ流そうと大鉄はノーダメージです。中部電力軌道自体から旅客輸送は当然のように行われていましたが、あくまでもこの路線は貨物専用であったため人は乗せちゃダメでした。これを合法的に乗せられるようにと1959年に大鉄に運行を依頼し、大井川鉄道井川線として再スタートしたのです。大森駅が大森駅として開業したのもこの時ということになっています。滞在1時間ほどでお迎えの列車がやってきました。大森駅は1日4往復しか列車はないですが、観光鉄道という性格上運転は日中に集中しているので滞在時間は存外自由が利きます。最短で20分ほどにまでなるため、特に鉄道に興味ない人でも降り立って日本一の秘境駅の姿を感じてみてはどうでしょう。鉄道でしか来られないなら徒歩で来てやろうという天の弱のアホも、お隣節祖郷温泉駅から2キロほど道なき道を進むだけなので、命の覚悟さえあれば手軽に訪問することができます。以上、実質日本一ヤバい秘境駅、大森駅の紹介でした。ご視聴ありがとうございました。去り際、タヌキのポンちゃんとポコチンに手を振っておきました。当チャンネルでは旅行動画を週1から2本のペースでアップロードしていく予定です。フォローをしていただけると通知が来て便利ですし、私が嬉しいのでぜひよろしくお願いします。